はい、どうも川島一さんと申します。本日はねポケットモンスタースカーレットバイオレットのランクマッチをやっていきたいと思います。対戦相手の方が見つかりました。お相手はイーちゃんさん。イーちゃんさんのパーティーは海流羽ばたく神、パオジアン、ビン流鉄の包みサーフの。なるほどね、これはね非常に、きついんですけど、ビンルー出てくる可能性あるよね。ビンルー、これ初手山見だ、山見行ってビンルーの身で拾って、いや羽ばたく神、や DJ 宮本行くか。海流とかきついから花田勝だね。たすき持ちはちょっと広木哲也出して、あのビンルーナーのステルスロックとかいうクソふざけ技をどうにかやりたいんですけど、てかこのパーティー多いな。結論パーなのかこれ。まあいいや、これでいきます。はい、さあこれですよ。はい、イーちゃんさん対戦よろしくお願いします。さあどうする、海流から来るんだ。海流か、これなんでしょうね。普通に流舞型なのかな、それともいきなり神速か、いきなりテラス神速をやってくるか。クイックターンいきましょう。花田勝投げてもいいんだ。あ、神速強っ。ごつめ違うよ。じゃあ鉄のカイナを出していきましょう。多分突っ張っては来ないんですけど、まあ素直にいきますか。レーパンで自信やってくる。いやでも神速よ、これ勝ち負けくせえな。オッケー、芝居ていく。で、羽ばたく神が来る可能性あるよね。羽ばたく神が来る可能性があるんだけど、はい、来た。これに関しては、ブーストエナジーね。これに関してはもう地箱を投げ安定です。ここで身代わりとかやってきても別にいいですね。まあ、ムーンフォースだろうと思うけど、はい、身代わりやってきても別にいいですね。ムーンフォース OK。素直だね、相手。めちゃくちゃ、この特攻ダウンめっちゃ痛いわ。なんだろう。下げてくるとは思えないね、ヘビーボンバーで。これ角1ですよ。まあでも下げてくるな。ちょっとボルトチェンジで握ればよかったわ。ただ特攻が下がっていくからワンチャン相手居座ってくる可能性もあるよね。あー、テラス、地面テラスとかあんの。あ、ノーマル。でもペラペラでしょ、どうせ防御シャドウボール。はい、全然大丈夫です。はい、全然効かない。ヘビーボンバー、これ入るよ。オッケー、もうこれボルトチェンジでいいだろう。リンルーがいたらリンルー出してくんだな。あ、じゃあもうここはもういいよ、何でもいいや。ラスターカウンディーだ。シャドウボール、はい、硬いですね。オッケー、仕留めていく。最後なんだろう、最後何っていうか、新しくマイク買わねえといけねえな。パオジアン、オッケー。まあ聖剣やってくるよな。オジアンだから、まあ何でもいいっちゃ何でもいいんだけど、まあボルトチェンジあたり押しとくか。せーの、次オッケー。
これはもう鉄の絵画でしばき倒しますつらら落としぶち込んでくるのかな。まあドレインパンチいいでしょうね。これはもう絶対勝ったっしょ。聖剣、聖剣、あ、タスキね、はい、全然 OK ですね。で、チューチュー回復じゃもうこれ絶対勝ち、これはもう絶対勝ちだわ。じゃもうストレインパンチフィニッシュです。これはもう勝ちですね。聖剣 OK。 氷技ないんかな。なんだこの試合、マイク買わねえといけねえな。はい、イーちゃんさん対戦ありがとうございました。それではね、イーちゃんさんに勝ったということで、こちら勝利のドリンク、キリン世界の、キッチンからソルティーライチいただきます。あー、うまいわ。チェリー少女くたばれ6分30秒。